マリオシリーズ、マリオパーティシリーズスーパーマリオパーティ、スーパーマリオパーティ,ーーーーティーは、ニンテンドーより2018年10月5日に発売されたニンテンドースイッチ専用パーティーゲームソフト。マリオパーティシリーズでは、初のニンテンドースイッチ用ソフトで、末置き機のシリーズ作品では2015年に発売されたマリオパーティー10以来11作品目となり、 末置き機のナンバリングが入っていないタイトルは初となる。テレビモードでの4人プレイだけでなく、スイッチ本体が2台あれば、ジョイコンをおすそ分けし、テーブルモードで最大4人で遊ぶことができる。携帯モードでのプレイには対応していないが、ベッドジョイコンとその充電器を用意すれば、任天堂スイッチライトでもプレイ可能。発売日と同日に、 マイニンテンドーストア限定でソフトとスイッチ本体とのセットマイニンテンドーストアニンテンドースイッチスーパーマリオパーティセットも発売また2018年12月1日にはソフトとジョイコン2本がセットになったスーパーマリオパーティ4人で遊べるジョイコンセットが発売されたシリーズ初のオンラインプレイに対応しており発売当初は 世界中のプレイヤーやフレンドとミニゲームを遊ぶモード、オンラインアスロンのみであったが、2021年4月27日のアップデートにより、マリオパーティー、マリオパーティーにオンにフリープレイでもオンラインプレイが可能となった。オンラインプレイは、ニンテンドースイッチオンラインへの加入が必要。これまでのマリオパーティーで、誰がスーパースターか散々争ったマリオたち。まだに決まっておらず、 今度こそ本気で本当のスーパースターを決めるためのパーティーを始めることにした。キノピオとキノピコがオーナーとなって始めようとすると、クッパがクッパジュニアとその部下を連れて、我々にもスーパースターになる権利があると発言し、飛び入り参加。またクッパは、キノピオたちでは頼りないということで厳しくジャッジするために、カメックをオーナーに指名した。そして、キノピオたちは会場を作り、 ここで本当のスーパースターを決めるパーティーが始まった。マリオサイドとクッパサイドから10人ずつ合計でシリーズ最多の20人が使用可能。本作ではマリオとルイージを除いたプレイヤーキャラクターにもテキストによるセリフがついている。本作にもマリオパーティスターラッシュのようにキャラクターごとに異なるサイコロが用意されている。スターラッシュの時より極端化された面も多い。 マリオサイド丸みを帯びたサイコロを使用する。クッパサイド角張った形状のサイコロを使用する。今作では4人でボードマップを回るマリオパーティーと2対2で自由にボードマップを回るマリオパーティーオン2の2つのルールがある。マリオパーティー8及び DS のルールとほぼ同様になった。ターン数は10ターンから20ターンまで。今作ではミニゲームパックの設定。 ハンデの有無の設定、ボーナススターの有無の設定は廃止された。ルールは8及び DS に近い。ゲーム開始時点ではサイコロは1から6の出る。ノーマルサイコロとキャラクターごとに異なるキャラサイコロを所持している。マスに止まるとマスによって様々なイベントが発生する。全員の移動が終わると止まったマスごとにチーム分けされミニゲームが始まる。 順位やチームの勝ち負けによってもらえる、コイン数が異なる。残り3ターンになると途中経過が発表され、以前はビリのプレイヤーが呼び出され、ルーレットで次の中から一つ、追加ルールを決める場面もあったが、本作ではビリも関係なく、選ばれたプレイヤーがスタート地点に呼び出され、アイテムをもらえる。この流れを1ターンとし、規定数のターン数を繰り返すと、ゲーム終了となり、 ボーナススターの発表後その時点でスターを一番多く持っているプレイヤーが優勝となる。2VS にで戦うチーム戦。進み方はマリオパーティスターラッシュと似ている。チームメイトと合計した数だけ進むことができる。マリオパーティとの変更点は以下の通り。今作ではマスの形は VS マスとドッキリマスを除いて円形。VS マスはひし形。 ドッキリマスはトゲ型である。マスの周りに白の円がついている。コインが全くない場合は、カメックがコインをくれることがある。マップ上では通過するイベントも設置されている。これらは通っても残り移動数は減らない。マリオパーティマリオパーティ日本にでは、マップ上でアイテムを使用することができる。各プレイヤーチームで最大3つまで持つことができる。 ラスト1ターンになるとそのアイテムはすべて売り切れになる。アイテムは、アイテムマスに止まるか、アイテムショップや、ハプニングイベントで手に入れることができる。マリオパーティーニオンに鬼で飲み使用できるアイテム各、マップごとにプレイヤーを有利にするアイテムである。通常のアイテムと組み合わせて、最大3つまで持てる。ラスト3ターンになると、以下のようなことが起こる。 ゲーム終了後の結果発表の前にボーナススターが発表され、10.15ターンに設定した場合は2種類、20.30ターンに設定した場合は3種類発表される。受賞されたプレイヤーにはスターを1つ、チームには個人に1つずつもらえる。マップの見た目自体は、マリオパーティーとマリオパーティー日本にで共有だが、ステージ名はそれぞれで異なる。バッタンのドミノ遺跡。 バッタンたちがいるジャングルの中の古代遺跡。どこかに設置されるスターの場所に行き、10コインでスター1つと交換する。誰かが10コインとスターを交換するたびに、別の場所にスターが出現する。ボムキングの危険な鉱山中央のボムキングを頭とする仕掛けがいっぱいの鉱山。発見。巨大フルーツの島海に浮かぶ4つの島からなる、常夏ビーチ。 カメックのゴージャスタワー金ピカの建物が立ち並ぶ街のビルの屋上のステージ。このモード唯一の隠しステージであるドミノ遺跡の宝箱バッタンのドミノ遺跡との共有ステージ。鉱山のゴールドラッシュボムキングの危険な鉱山との共有ステージ。巨大スイカのスター発見。巨大フルーツの島との共有ステージ。ゴージャスタワーのガチャマシーンカメックのゴージャスタワーとの 共有ステージ。マリオパーティと同じように日本にで唯一の隠しステージとなっている。本作でも様々なジャンルのミニゲームが用意されている。このコではそのジャンルごとにミニゲームを載せている。マリオパーティでは止まったマスによってミニゲームのジャンルが決定する。一人、対一人、対一人、対一人のミニゲーム。本作では9。 ミニゲームコレクションまでのような順位付けは廃止され、DS 以前のように1位のプレイヤーのみが勝ちというシステムに戻された。このため、旧ミニゲームコレクションにあった2位3位の結果アニメーションも廃止され、結果画面自体も DS 以前のようにミニゲームの背景のまま結果発表に移る形式に変更されている。なお、がついているミニゲームは、ミニゲームアスロンでも遊べるゲームである。 二人対二人のミニゲーム、ゲームを始める前に自分のパートナーを決めることができる。ただし、マリオパーティーでは自動的に決まり、日本にではボードゲームのパートナーがそのまま仲間となる。一人対三人のミニゲーム、ゲームを始める前にペア分けを決めることができる。ただし、マリオパーティーでは自動的に決まる。マリオパーティ日本にではこのジャンルからは一切出てこない。 協力ミニゲームは、基本的に他のメンバーと協力してより早く、より多くが試される。クリアすると、クリアタイムや、獲得得点により、S ランク、A ランク、B ランク、C ランクとつく。また、前述のリバーサバイバルでバルーンを割れると出てくる、ミニゲームはすべてこのジャンルから出ており、S ランクだとプラス40秒、A ランクだとプラス30秒、B ランクだとプラス20秒、 C ランクだとプラス10秒が加算される。なりきりミニゲームはノーマルとハードという2つのレベルが用意されている。すべてのミニゲームは体を動かすためボタン操作はない。また、前述のなりきりビートで出てくるミニゲームはすべてこのジャンルから出てくる。なりきりビートでは3つのミニゲームがランダムに選ばれ、その総合得点で勝敗が決まる。オンラインプレイではこのジャンルのミニゲームは プレイできない。ゾロゾロミニゲームは4人のプレイヤー以外にコンピューター操作の仲間がつく。ミニゲームを始める前に仲間の人数を0から3人まで変更することができる。マリオパーティやマリオパーティニオン2でこのジャンルのミニゲームが出てきたときは自分が連れている仲間がそのままミニゲームの仲間となる。また、どのミニゲームもプレイヤー自体は 2VS2 である。このコーは プレイヤーとは仲間を除いた4人のキャラクターのことを指す。マリオパーティでこのジャンルのミニゲームが出てきた時は、このミニゲームで獲得したコインがそのまま自分のコインとなる。また、このジャンルのミニゲームには、勝敗はない。このミニゲームは、スイッチ2台でも遊べる、ミニゲーム画面をつなげたり、立てたり、寝かせたりすることで遊び方が変わる。ありがとうございます。